諸君のやつらまた攻めてきやがったな。なんちゅうはわしが絶対守る。でも大王、相手はあの諸葛亮ですよ。分かってる。やつはまたこっちが思いもつかねえことをしてくるだろう。だがそんな小細工ごと、南中王猛角様が飲み込んでやるぜ。そんで諸葛亮が何考えてんのか吐かせてやる。そうさね。私も奴らの行動にはもやもやしっぱなしだ。北の奴らの本音、力ずくで聞き出してやろうじゃないのさ。あんた、私が最後まで支えるから思いっきりやっちまいなよ。おう、母ちゃんがそばにいれば百人力だぜ。大王、俺たちのこともお忘れなく。南中の戦士は北の奴らより強いってこと証明してやろうぜ。よっしゃ、みんな気合い入れていくぜ。この戦が私たちの正念場さね。みんな気合い入れておくれよ。ここ南中はわしら家族の家だ。諸葛亮なんざに渡さねえぞ。今回は今までにねえでけえ戦だ。県内の人間が一体にならねえと勝てねえ。だったら県内中を回るのがいいよ。腹割って話しゃみんな一つになるさね。兵の士気も十分。一体となった我らが負けるはずありません。俺たちは猛角殿の部下ではない。だが今回の戦、大いに協力させてもらう。ここ県内はいわゆる天下の外みたいな扱いさ。だから官室の意向なんてのも届いてないってわけ。リクソン様は三月平定でお前を俺県内で一生懸命生きてます。故郷を動けん姉さんも頑張ってるかな。故国は陸上。わしも及ばずながら力を貸しますで。どうか決まってくださいまし。研修を取る。兵糧はたっぷりあります。後方支援は任せてくだされ。あんた、みんなのやる気がはち切れんばかりだね。おう、それにすげえ団結してるぜ。これなら食だろうとなんだろうと負けねえ。前線に出る前に見張り台へ行きませんか。こううまくいくと気持ちいいもんさね。母ちゃん、その調子だぜ。
県内近くまで食軍が侵攻してます。ゴツトツコツ様が長江周辺で防ぐ構えです。なるほど、まず県内を守らねえといけませんな。この辺り手薄になっているようだ。守っておくべきだと思う。なんという強さ。ここは引く。敵将討ち取ったよ。アーチェその調子だ。Yeah!
猛獣たちを助けてくれ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。ダメだ、やっぱり動物相手じゃ本気出せないよ。なんとか猛獣たちを守りきれたぞ。さあ一緒に仕返しをしてやろうぜ。火の神宿儺がいるんだ、勝って当然さね。かわいい猛獣たちを食軍相手に大暴れしてやれ。で皇帝はこちらに着きたそうでした。説得してみてはどうでしょう。家族に加われだと、その絆が南中軍の強さの源だったのか。決めた、これより王角大王にお味方する。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ、行くぞ。これからは大王のため戦うぞ、前進。宿儺がいるんだ、勝ってといいもの揃ってますよ。ありがとうございます。その勢い誰にも止められますまい。見せてやる。
黒竜道を落とす。賢明攻略の足がかりにする。出した羊が敵将に追われています。ヤンゾーと捕まえて救援しましょう。助けてくださると信じておりました。必死に逃げた甲斐があった。出し大王軍団進軍、ここまでの借りを返してやれ。投降兵進め、今こそ俺たちの力見せてやる。火の神宿友がいるんだ、勝って当然さね。さすが俺の活躍の場残しといてくださいよ。高校兵進め、今こそ俺たちの力見せてやる。
ストミート。このども守備を固めよう。戻って策の練り直しだ。敵将進んだよ。慎重に当たるとしよう。これで勝ったと思うなよ。共に蜀の大軍と激突。南中の団結力によって諸葛亮の策を破り勝利を収めた。戦後毛鶴と諸葛亮は会談を行い同盟を結ぶ。そんな彼らの様子を祝勇は微笑ましく見ていた。いつしか彼女の周りには蜀の女性たちが集まる。南中と蜀は今本当の家族になろうとしていた。どうやら男どもの話はまとまったみたいだね。あんたたちも大変だったね。痛い目に遭わせちまったけど勘弁しておくれよ。いいえ、こちらこそ申し訳ありません。ゆえあってとはいえ皆様の安寧を乱してしまいました。いいってことさ。お互い惚れた旦那を信じて貫いてる道だろ。わあ、超かっこいい。そんな風に言えるなんてちょっと羨ましいかも。確かに祝勇殿の気立て我々も見習いたいものです。ねえ、教えてほしいんだけど、どうすれば好きな人ともっと仲良くなれる？よし、
そういうことなら任せときな。なんちゅうの料理を食べて女を磨けば、あんたの男もイチコロさね。イチコロ？それってすごくない？あ、私も作るの手伝う。材料取ってくるから待ってて。こうして誰もが語り合えたなら、争いなど起きないのでしょうね。その一歩を今踏み出したんだ。しっかり進んでいこうじゃないさ。ええ。